もしもし、かほこです。今日はタイトルにもある通り、2019年の秋流行るであろう、誰でも簡単にできる秋メイクをご紹介していこうと思います。多分、8種類くらいのメイクをご紹介します。本当に誰でも簡単にできるし、すごく映えるメイクなので、ぜひご覧ください。VTR、どうぞで、一つ目のメイクなんですが、ファッションがね、ちょっとブラックコーデというか、ちょっとかっこいい感じのコーディネートなので、赤リップだったりとか、ちょっと紫目の赤というか、秋らしいお色味にしてみました。どうですかね？結構ナチュラルめで可愛いかなって思います。で、まぁ、ちょっと汗ばんでるんですけれども、今日はね、ちょっと暑いですね。秋でも、残暑というか、ちょっとテカってるんですけれども、まぁ、マットよりは、ちょっとテカリがある方が人間味があって可愛いのではないかなと思います。はい、このメイクは本当にザ秋というか、紫、目もねちょっと黄色にしてみました。すごいね自然で、ハーフ顔になれるかなって思います。黄色いカラコンってなかなかつけてらっしゃる方いないかなって思うんですけれども、すごいナチュラルで、自然だなって思います。縁なしだからかな。で、こういうアクセサリーもつけてみてはいかがでしょうか。今年ね、流行るみたいなので、ぜひ皆さんつけてみてください。あと10年くらい前はね、眉毛も細眉が流行っていたかなって思うんですけれども、やはりね、今は太眉が流行っているのかなって思うので、ちょっと太眉にしてみました。あとアイライナーはね、結構跳ね上げにしてみました。ちょっとね、女子受けメイクかなって思います。ビビのモデルさんでいそうな感じではないでしょうか。で、今回の一番のポイントは、黒いシェーディングをね、ここに入れることによって、かなり小顔効果がね、得られるかなって思います。結構顔小さいよね。ということで、二つ目のメイクに行きます。イエイ！はい、続いてのメイクはこんな感じです。はい、今年流行りの赤色をね取り入れてみました。でシェーディングも結構がっつり入っていて、今回は珍しくちょっと赤いシェーディングをねしてみました。で最近はボーイッシュなね感じが流行ってるので、ちょっとヒゲなんかを描いてみました。すごいね今流行ってるんですよ。はい、で眉毛はしっかりと太眉で、凛々しさをね出してみました。で、アイライナーは私の大好きな跳ね上げラインですね。で、アイシャドウもね、秋らしくちょっと濃いめにしてみました。なので、引き算ということで、リップは、薄めにしてます。やっぱりメイクの足し算、引き算っていうのはね、かなり重要になってきます。このメイクはすごく小顔に見えるので、虫歯ポーズとかもね、しなくてもすごく盛れるんですよ。本当にね、ぜひ皆さんにも真似していただきたいなって思います。で、この秋ね、このアクセサリーがすごく流行ってるみたいで、Forever 21で私は購入したんですけれども、この赤いアクセントが秋らしくてね、すごく可愛いかなって思います。で、今日のファッションなんですが、紅葉をね、イメージしてみました。秋らしいですね。はい、ということで次のメイクに行ってみましょう。はい、続きましてこちらのメイクなんですが、かなりナチュラルで校則が厳しい学校でも、このメイクだったらねバレないかなって思います。はい、こちらのメイクはすっぴん風メイクとも言われていまして、もうねほぼすっぴんすっぴんすっぴんです。目元とかはね特にやってなくて、ビューラーぐらいですね。では次、はい、続いてこちらのメイクなんですが、ちょっとねハーフ顔にしたかったので、いつもよりもノーズシャドウをね濃いめに入れてみました。やはりね彫り深く見えるかなって思います。で目元はスモーキーアイみたいな感じにしてみました。目はかなり大きく見えるかなって思います。デカ目効果はねバッチリです。で、口元なんですが、ワインレッドとね、ノーマルな赤をこう、両方取り入れてみました。かなりオーバーリップにね、しているので、アンジェリーナ・ジョリーさんのような色っぽい唇になっているのではないでしょうか。
ハーフ顔にね、なりたいなっていう方はぜひこのメイク真似してみてください。はい、では続いてのメイクに行ってみましょう。こちらのメイクもね、黒いシェーディングをがっつり入れてるので、かなり小顔効果に期待大ですね。で、今回のメイクもかなり全体的に派手なので、やっぱりね、足し算引き算はちゃんとしていこうということで、口元はね、ヌーディーカラーというか、ちょっと白っぽいリップを使って、口元もちょっと赤リップとか、ちょっと濃いめの色を使うとちょっと派手すぎる、激しすぎるので、ちょっと抑えめにしてみました。やっぱりね、秋はオレンジも捨てがたいですね。拍手喝采、葛飾北斎。このメイクはかなり肉食系女子っていう感じなので、草食系男子にとてもモテると思います。ゴー！はい、では次のメイクに行ってみましょう。はい、続いてのメイクなんですが、こちらも秋っぽく、ちょっとね、ゾンビの色を意識したアイシャドウをね、つけてみました。すごく秋らしくて可愛いかなと思います。今回もちょっとオーバーリップにしてみました。若干マイケル・ジャクソン感が否めませんが、このメイクも非常にお気に入りです。で、今回のファッションはプチプラの12万円のね、ドレスを着てみました。いかがでしょうか？このヘアスタイルもオセロみたいですごく素敵かなって思います。ぜひ皆さん真似してみてください。ではまたお色直ししてきます。はい、続いてのメイクなんですが、最近ね、ブルー系のメイクが流行ってるみたいで、2000年ぐらいにも流行ってたと思うんですが、流行ってこうぐる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 回っていて、20年ぐらい経ったらまた再ブレイクしたりするじゃないですか。信じるか信じないかはあなた次第。こちらのメイクもデカ目効果が抜群で素晴らしいですね。で、これはちょっとね、悪い例なんですけれども、このようにね、シェーディングをしすぎると鉄拳さんのようになってしまうので、ご注意ください。鉄拳さんが悪いってわけじゃないんですけれども、はい、こちらのメイクも非常にナチュラルで可愛いですね。はい、最後のメイクなんですが、ちょっとね、ツヤ肌を意識してみました。いかがでしょうか。ツヤ感のあるね、お肌にしてみました。で、こちらは最上級のブドウメイクというか、まあ、全体的にね、紫をね、取り入れてみました。で、こちらもお決まりのオーバーリップですね。で、やはり秋なのでセクシーさをね、出したかったので、このような形で、ブクほくろをね、つけてみました。いかがでしょうか。ブルーのアイシャドウもね、すごく際立ってインスタ映えするかなって思います。秋メイクいかがだったでしょうか。8種類もね、皆さんにご紹介できて私はハッピー。見て、ほくろガールのここに。ちなみに今日はちょっと濃い化粧をしています。カラコンもね、バチバチに入れて、ちょっとギャルメイクっていう感じかな。はい、ということで、今日は誰でも簡単にできる2019年の秋流行るであろう秋メイクをご紹介していきました。何番目のメイクが可愛いなっていうのをぜひコメント欄で教えてください。みんなもぜひ真似してみてね。バイバーイ。